なぜ助けに来てくれないんだ。なぜ助けに来てくれない。なぜ助けに来ない。なぜ。何か嬉しいことでもあったの？この前言ってたカウントダウンタイマーのこと？ヒーローさんが死に際に言ってたわ。あれは誰かが君の注意をそらすためにわざと見せたものよ。その人は誰かしら？心当たりがあるの？あら、やる気満々ね。本当におバカさんね。出発するわよ。ブラックゲートがこの世界を飲み込む前に破壊しないと。了解した。忙しくなるわね。準備はできた。バトルモード起動。敵を迎え撃ちます。ここなら大丈夫でしょう。レチェール先生の理論によると、どんなに大きなブラックゲートでもブラックゲートであることは変わらない。いつも通りブラックゲートの核を抜き出せば破壊できるはずよ。でもこのブラックゲートは大きすぎて、私にも内部の全貌が把握できないわ。だから浄化されたブラックゲートの核のエネルギーが必要よ。これらのブラックゲートの核はもう君に浄化されている。その中に蓄えられているのは原力のような激しいエネルギーではなく、波長が穏やかな平和をもたらすエネルギーだ。私は自分の体を通してこのエネルギーをブラックゲートに集中させるわ。これは君が入れてくれたエネルギーを、奇跡を起こしましょう。終わりだ。幻の時期に行ったら帰ってこれないわよ。しばらくの間クリアね。次は。あなたは。久しぶりだね、レイは。なんで、一体どうして。なんでって、レイはヌルに聞いてるの。ヌルはなんでここにいるってこと。ヒーローがヌルにここにいてほしいから、ヌルはここにいるの。ヒーローはヌルが意志を継いで最後の願いを叶えてほしいと思ってるの。ヌルは
それが叶うまでお手伝いをするの。ねえ、ネーワ。ネーワが持ってるキューブ、ヌルに渡してくれる？ブラックゲートが破壊されたら、ヌルは困るから。なるほどね。あなたはヒーローさんのためにリビングデッドになり、ヒーローさんに体を保存してもらってたのね。彼に何かあったとき、彼の目的が叶うように。ヌル、この核は渡せないわ。この世界がブラックゲートに飲み込まれるのを黙って見てるわけにはいかない。ブラックゲートが破壊されれば、あなたもヒーローさんから解放されるのよ。解放？違う。ヒーローさんはいい人だよ。彼がやってることは正しいに決まってる。新しい世界、新しい未来、必ず来るよ。ヒーローの願いを叶えるために、ヌルはネーワを殺すしかない。あ、ついでに隣の人も殺しちゃうね。今のヌルはまだうまく力をコントロールできないから、とても痛くて、とても苦しいよ。そう、仕方ないわね。来なさい。アドルモード、イーグル。お相手だ。幻の地獄に行ったら帰ってこれないわよ。あれが最後の骨格なのね。大丈夫、私は平気。体が通路となった今、エネルギーの転送が終わると、君はただの抜け殻となる。それでも平気だと言えるのか。たとえこのブラックゲートの核を手に入れても、浄化するのにどのくらいの生命力が必要だと思う？浄化すれば確実に死ぬぞ。生きたくないのか？そうなら骨格を一つ壊せ。壊さないと全骨格のエネルギーが転送され、もう後戻りできなくなるぞ。お前に迷っている時間は残されていない。奇跡を起こす骨格で世界を救うのか、それとも世界を捨てアントネーヴァを救うのか、お前が選べ。所詮こんなものか。少しも変わらないな。人間をあまり見下さない方がいいわよ、神様。なんだと？骨格はもう壊された。今さら何をするつもりだ。もうできることなどないぞ。もちろんそれは私にしかできないことよ。隊長、ありがとう。その気持ちすごく嬉しい。あなたのことは絶対に忘れないわ。でもあなたがここに残るわけにはいかない。前に言ったでしょ、危険な時には私が盾になってあなたを守るって。そして生きてヒーローを倒す方法を見つけて助けに戻ってきて。小舟があなたをここから連れ出してくれるわ。何としてでも生きて。